はい、皆さんこんにちは。フーズフューチャーディレクターの自由人山 D こと山本浩二と申します。今回は2019年3月アラブ首長国連邦で行われたスペシャルオリンピックスのエンディングセレモニーと、私が、今回のスペシャルオリンピックスの世界大会で感じた感想などをお伝えできればと思います。それではどうぞ。はい、フーズフューチャーディレクターの山本です。今日もアブダビからお届けしてるんですけども、ついに終わってしまいましたね。スペシャルオリンピックス2019年夏季五輪、インアラブ首長国連邦終わりましたね。オープニングもさることながらね、エンディングもまたすごく、クロージングセレモニーも良かったです。やっぱり思うのは、スペシャルオリンピックスは知的障害者のためのオリンピックではあるんですけども、ここまでみんながこう世界中の知的障害、アスリートって呼んでるんですね。そのスポーツやる知的障害者の方だからアスリートって呼んでるんですけども、アスリートの方たちが集まって、ボランティアも2万人アスリートが7000人、ボランティア2万人とかで、その家族、アスリートの家族ですね、が集まったりとか、あとはお客さん、今回僕はお客さんという立場で行ったんですけども、お客さんがこう集まって、みんなでこうその時間を共有するっていうのはすごいやっぱり貴重な時間でした。そして知的障害 の、ね、人たち の競技をこう見てた時に、やっぱりなんか癒されるところあるんですね、心がね。やっぱりそのちょっと不器用なところ、応援したくなる気持ち、もちろんそのアスリートの方たちだってすごいレベルの人いっぱいいるんですよ。もうそれはもう僕なんかが勝負したって全然勝てない人たちがいっぱい出てるんだけども、でもその中でもやっぱり位分けがあったりとかして、めちゃくちゃすごいグループもあれば、そこまでそのレベルが高くないグループもあるんですね。こういう方たちだと、例えばそうだな、800メートル走をこうですね、トラックだと2周回りますよね、800メートル走だと。だから1周回ってラスト1周なんだけど、なぜかゴールの手前で止まってお客さんに手振っちゃうような人がいたりとか、それでもみんな、おいおいおいって、ちょっと走れ走れっていうふうに言うんですね。そんなのがあったりとか、すごくそのハプニングっていうのが、とても普通のオリンピックとか、あんま自分のこと健常者とは言いたくないんですけどね、健常者とその障害者ってあんま分けたくはないんですが、あえて健常者という言葉を使うのであれば、健常者のスポーツにはなかなかないような世界がこう見れるのがスペシャルオリンピックスの本当に醍醐味だなって思うし、本当お客さんがみんなこう真剣に応援して、もうビリでのんびりとこう走ってゴールするような、例えばダウン症の人がいますと、その人に対してもやっぱりみんなが、おお頑張れ頑張れってこう伝えている、もうメッセージをどんどんぶつける、応援するっていう、本当にあったかい世界だなと思います。でみんないい人、これはね本当僕もね、ボランティアもやったことあるし、今回は夏季五輪でね、一応お客さんとしてこう会場から見守ってましたけど、本当みんなね温かい人たちばかりです。なんかここで財布落としても帰って
ってくるんじゃないかみたいなね、それぐらいのあのなんていうかな、ぬくもりがあるというか、みんないい人で、今日はあのたまたま閉会式の時隣に一緒になった人がイギリス人だったんですね。イギリス人のおっちゃんだったんだけど、イギリス人のおっちゃんもやっぱりなんかそれは言ってた、まあなんかこのアブダビで仕事をしてるらしいんですよ。もともとマンチェスターの人だったらしいんですけど、でもやっぱりこれはすごいよねと、ものすごいナイスな大会だよっていや言ってましたよ。僕もそう思うし、僕もボランティアやっててもそう思うんだけど、やっぱり世界大会っていうのを経験してね、あの僕は2年前 の, あのオーストリアの冬季五輪の時も行きましたけども、やっぱり2年に1回ぐらいこういうね、世界の人たちと一緒に共有する時間があるとすごく楽しいなというふうに思います。やっぱりあと世界大会ならではの雰囲気っていうのがあるんですね。日本は国体国体でまたあるんですけども、あの国体はまあナショナルゲームって言われてる、これは日本は日本のナショナルゲームがあります、うん、よその国はよその国でやってる、でここで今世界大会の代表を決めるんですが、まあこれはこれで別にあの全然悪いものではありません。例えばこれもあの去年あったんですけど、水泳だったかな、あ水泳だ水泳、水泳の競技で、あのこれ選手ですよ、国体に出る選手なのに、あのあれ海水パンツを2枚履いてる人がいて、これアスリートの方でね、まあ、知的障害のそのアスリートの方で海水パンツ2枚履いてて、用意ドンの時にあの審判が気がついて1個脱いでって言われて1個その場で脱いだっていうのがあるんですね。こんなハプニングがあったりするのがなかなかスペシャルオリンピックスの面白いところです。それの世界大会となるとね、またねこう雰囲気が変わるんですね、まあ、今回ね開会式の時あのアブリル・ラビーンとかやっぱ来たりとかしてね、やっぱ著名人もやっぱ来ます、まあ、あとはアラブ首長国連邦の多分有名な歌手だと思うんですけど、そういった方もいっぱい今回は、見られました。名前まではね僕も全然分からなかったんですけども、そしてあのチェアマンのねあのケネディ家のティムシー・シュライバーさん、まあナイスな人ですよね。本当素敵な方です、ティモシーさん。もうね、育ちがいいというか、もうあの、ね、本当にね、もう本当に素晴らしい方です。そんなね方たちにね、こう支えられて、世界大会無事終わりまして。非常に楽しく、過ごさせていただきました。本当に濃い1週間だったなと思います。なので私はもう明日帰ってしまいますけども、またね、この経験を糧にスペシャルオリンピックスで、いろんなことができたなと思いますので、そんな感じで、スペシャルオリンピックスのご報告とさせていただきます。どうもありがとうございました。
ました。